10レースからは柳生大治、佐々木康幸が明日の優勝戦の切符を手にしています。2つ目11レースの準優勝戦水面に登場です。ここもコース争いは動きなく枠なりで待機行動を進んでいます。昨日の陰線しっかりものにして準優1号艇ゲットになりました。1コース1番の飯島明宏、人気集めた飯島の陰線です。そして2コース2番の矢野蓮氏、前半2着、巧みなハンドルワークが今節も光っています。3番の木野近義、ゆっくりと3コースへと入っていきます。前半は0台の踏み込み見せての2着、ダッシュ算定4コースの角4番の浅見宗則、後半に入って着順は一息も序盤の勢い取り戻せるか、4番の浅見4コース角、5コース5番のおつやすし、白星ありませんが堅実な着取りで準優まで駒を進めてきました。6コース6番の飯山幸三と決まります。枠なりの3対3、2つ目の準優勝戦、体型員から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3コースから3番の木野が好スタートを切っていきましたが、内側の2人も伸び返していく。1番の飯島が逃走体制まくってくるのは3番の木野近義、内側2番の矢野蓮氏、さらには最内4番浅見と上がってきますが、1番飯島が押し切りました。スタート前提正常でした。2番手は最内から4番の浅見宗則上がってきた。さあ埼玉勢ワンツー体制となるのか。3番手は最内伝って6番飯山上がってくる。1周2マークの攻防、6番の飯山を先に回して4番の浅見の差し外握ってくる、スピードにつけて2番の矢野蓮氏ですが、わずかに2番手は4番浅見宗則優勢、外2番の矢野蓮氏現在3番手。レースは2周目です。この間に独走体制リード築く1番の飯島明宏、2周の1マークをトップで回ります。2番手外から強襲2番の矢野蓮氏、受け止める4番の浅見宗則、ターンの出口少しへさきふわっと浮き上がりましたが、まだ2番手は4番浅見優勢もじわじわとは定冠詰めています。2番の矢野、焦点は優出権争う2番手争いです。4番浅見、外には2番の矢野蓮氏、2周の2マーク、4番の浅見が2番手守る、内をつく2番の矢野蓮氏、この差しはどうか入ってくるか、まだそれでも4番浅見が踏ん張る、2番の矢野蓮氏さらに定冠詰めるも、まだ4番の浅見優勢、直線ではぐっと伸び返す。レースは最終周回です。前の3人が抜け出しています。1番の飯島先頭、最後の1マーク、2番手2番の矢野蓮氏のアタックを抑えつけた4番の浅見、2番の矢野蓮氏ターンの出口またついた、これは万事休すか。4番の浅見がリードを広げました。142の体型、2連単14ならば 16.5 倍のオッズ、3連単142ならば29.4 倍のオッズ。1番飯島ラストターンマークトップでクリア、今年6回目の優出。さあ2番手4番浅見、この位置守りきりました。2番矢野蓮氏3番手142の台形、まもなくゴール、埼玉勢のワンツー決着、先頭1番飯島ゴールイン、4番浅見ゴールイン、2番矢野ゴールイン、6番3番5番順でゴールイン。第11レースの確定は1着1番飯島明宏、